チアナミツバチ日記、今日は県立美術館で開かれている古代エジプト神秘のミイラ展でミツバチと深い関わりのある実技講座が行われました。藤川アナウンサーの取材です。古代エジプト神秘のミイラ展が行われています福島県立美術館に来ています。私たちハチアナにとっても大変興味深い古代エジプト文明に起源を持つと言われている絵画技法の講座が行われているんです。使うものはこちら、蜜蝋です。蜜蜂が巣を作るために分泌する蜜蝋を使ったエンカウスティークという技法で古代エジプトで生まれたといいます。ヒエログリフなんかにもあのミツバチの文字があります。ですから結構身近な存在であったか、あるいはもしかしたら養蜂業のようなものまであったのかもしれませんね。キャンバスにはニカワとミツロウを塗り麻布を貼り付けたものを使います。絵の具も顔料に蜜蝋を混ぜて作ります。絵の具が乾くと色が変化します。乾いた後の色を想像しながら描くのも面白みの一つです。初めてだったんですけど、なんか楽しくできてよかったです。水彩に近いような感じがするんですけども、でも色味が全然今までやっていた画材と全然違うのでとても楽しかったです。ロマンを感じますね。この技法を使った絵はミイラから多く発見されています。生前にですね、自分たちの肖像を描いてもらってたものをあの死後その缶の上に貼ってたんですね。死によって肉体から離れた魂が迷わず肉体に帰れるよう貼られていました。でもどうして2000年も前の絵がこんなに綺麗に残っているのでしょうか。非常に耐久性に優れているということですね。酸とか光とかそういう経年の変化にも優れているということですね。そのまま50年でも100年でも1000年でも持ち続けるということですね。非常に安定した有機物なんですね、蜜蝋というのは。蜜蜂の蜜の使い方、今は食用が中心ですけれども昔からいろんな用途があったんですね。また文字にあるくらい古代エジプトの人にとって蜜蜂がとっても身近な存在だったということがよく分かりました。蜜蜂日記でした。この後はスポーツです。